どうも、荒木です。今日はですね、ちょっとした企画をやってみたいなと思ってるんですけど、その名も題して、米津玄師さんのレモン何倍速まで弾けるのか、はい、ということで、やってみたいなと思ってるんですけど、先日ですね、この曲を演奏する機会がございまして、とてもね、しっとりした名曲やなと思いながら演奏させてもらったんですけど、どうしてもね、こうしっとりした曲とかゆっくりした曲を聴くとね、早くしたいみたいな思ってしまう、早くしたくなる病があるんですけど、まあ昔やってたバンドでも、こう名曲、昔からあるような名曲をパンクアレンジとかメロコアレンジして、こう早くしてカバーするみたいなことをようやってたんで、今回もね、またその病がうずいてしまって、早く演奏してみたいなと思ってしまったんで、ちょっとやってみようと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで、まずは普通に弾いてみましょうか。やってみましょう。テンポが一番いいのは分かってるんですけど、挑戦してみたいと思います。この曲が BPM87 なんで、だいたい 1.5 倍の130でまず行ってみたいと思います。ほんな行ってみましょう。130は全然ありっすね。なんかちょっとロックっぽくなった感じで、 1.5 倍いけますね。じゃあ次2倍の174いってみましょう。174は早いですね。2倍は早いですね。メロディーを殺してますね。この曲のいいところを殺してしまっているという感じですね。まあでも、もうちょい行ってみましょうか。次じゃあ 2.5 倍行ってみましょう。
2.5 倍の217でした。もう何が何だかよく分かりませんでしたね。ちょっと卑怯しました。もうねサビの部分コードで弾くの無理やと思ったんでパワーコードで弾きました。はい、ズルしました、すいません。というわけでもう3倍は多分無理なんでここまでにしたいと思います。やっぱ原曲が一番いいということだけはもう確かですね。はい、でも名曲ですね。またこんな全く意味のない企画もやっていきたいなと思ってますんで、これからもよろしくお願いします。